ットワーズのお時間がやってまいりました。やる気十分だな。十分です。今日も頑張ってまいります。沖縄市議会議員の中曽根誠でございます。どうぞよろしくお願いします。そして、直江さん遅れております。はい、ですね、進行は FM ことの山内です。そしてアシスタント上条美希です。そして準レギュラーチラミッキーです。ありがとうございます。怖いですね。怖いですね。今日怖いですね。今日はですね、はい、何週目ですか今日放送日。5週目です。はい、5週目。皆さんお楽しみ。来た。来ました。やばいね。今日はですね、超常現象スペシャルでございます。はい、なんかしょっちゅうやってる気がするんですけどね。本当ですよね。多いね。なんかどうなんでしょう。いや、そうでもないんじゃないですか。そうでもないですか。5週目がある週で月曜日に当たったら、うん、ということですので、うん、いつやったの。なんか先々月もやった気がする。5月ぐらいにやりましたね。あ、じゃあいいね。うん。なんか毎月やってる多分ね、4回5回ぐらいはあると思います。年に年に。月曜日は当たりやすいかもしれないですね。そうなんだ。はい、確かに。さあ、じゃあちょっと概要だけ説明します。この番組は、保守系議員中曽根誠さん、はい、そして革新系議員桑井直也さん、はい、今日も遅れておりますが、また、が捕獲を保守革新捕獲を超えてもっと沖縄市を良くしていこうという、政治的トークバラエティ番組、ラジオ番組でございます。お、今日はですね、超常現象スペシャルということで、何度かお伝えしていますが、今日のテーマ、うん、今日のテーマはですね、心霊スポット検証スペシャルでございます。はい、とうとう先日、僕と誠さん、そして、このスペシャルゲスト準レギュラーちなみっきーさんでですね、あと一方いましたが、はい、4人でこの心霊スポットを回ってきました。なんで行きました。なんでやねん、はい、本当にいるのか。何が今面白いんですか。いや考えたらさ、この年になってさ、心霊スポット大の大人がですよ、4人で行ったわけですよ。冷静に考えたらちょっとおかしいなと思ってさ。なんでいつも通りキャバクラ行くよりはマシじゃないですか。いいじゃないですか、心霊スポット行った方が。キャバクラ行ってないです。なんでみんな桑江さんだけ誘ってないんですか。そうだね、うん、そう言われると本当だよ。だ、ね、今日どういう顔してみんな桑江さんと話するんですか。そうですね、直江さんはあれです、あ、でも行くって言わんかったっけ、流れでね。そうそう、子育て忙しいっていう。行こうって言ったんですか。うん、あ、行ったんだ。話したよね、うん、話しましたよ。しょうがないですね、うん。ただね、子育てがね、うん、どうしても今忙しいですから。あ、そうですね。だいたい本番中連れてくるぐらいだからね、うん、大変なんです。そうですね。はい、なので、はい、まあこの4人でねちょっと行ってきたんですが、うん、その検証スペシャル、うん、かなりのものが出まして。ほんとか。出ました。大変でしたよ。ほんとか。もう、大塚健二さんからコメント来てます。はい、都市伝説の人だって来てますね。これ多分有名、ね、ちなみっきーさんのことですね。そんなのディズニーランドの人でもありますよね。ディズニーランドの人って、うん、言ってほしかったな。そうですね、ここはね、うん、まあまあ、ミッキーさんとも来てますからね。龍神正也さん、山内さん、誠さん、ミッキーさん、ミッキーさん。こんばんは。こんばんは。先週の金曜日に愛知県東海市の沖縄フェスティバルで桑江市長市役所の人たちと一緒に飲みましたよということで、素晴らしいですね。いいね、はい、という感じで今日はお送りしていきます。ぜひですね、お楽しみにしてください。皆さんの、心霊スポットにまつわる情報もお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp です。皆さん、はい、この、はい、平場の普通の回よりも、はい、テンションが高いというのがちょっと気になりますね。いや、僕としてはお互い様ですよ、うん、私としても。この準備周到なプリントの数は何ですか。そうですよ、山内さん。最近ないね。普段見られないね。ポッチキスまでされている。そうなんです、今日はねちょっと楽しみにしてたんで、はい、僕ね、はい、皆さん張り切っていきましょう。イエイ。さあ、コメントもどしどしお待ちしております。皆さんの近場の心霊スポット、内地のね心霊スポットも強烈ですので、そのエピソードとかもあればお待ちしております。7時まで生放送でお送りしていきます。捕獲問わず超常現象スペシャルでございます。とりあえず CM 聞きてください。ん、何。そうなの。
みんなテンション高めなの？超常現象スペシャルの時だけ？もう 2,3 週間前からよ。ご週目は超常現象スペシャルだよねっていうトークで終わってますから。あ、そうなの、はい、そんな楽しみにしてるとは知らなかった。結構楽しみにしてます。今回はね、特にほらいったさ、そうだね、うん、本当に話できるもんね。雰囲気、はい、ありがとうございます。ゆうきさんこれ持ってる？持ってるよ。もらってさ、くれよってさ、ね、もう入った、そう挨拶もせずにこれ渡しよったから入ってやる気がした。そうやる気満々のように。今日写真も見せられますか？写真、あ、いいですね。はあ、あの加工写真はなしだよ。加工したのしか残ってない。ひどいわあれ。すいません。すいません。クオリティが低いし、まず。ごめんなさい。夜中から手が込んでるし。そう。暇なのかな。眠れないのかな。喜ぶかなと思って頑張ったんですよ。さすが。喜びましたね。なんかよ、アプリもさ、ダウンロードしたんだけど、使い方がわからんかったからもうやめた。あんなの iPhone でやらんと。できる。iPhone の方がいろいろやりやすいし。あ、そうなの？違う、忘れてた。イハ上司。今噛んだのは超常現象じゃないです。ちょっと今普通のあれで。お送りしております捕獲とワーズでございます。今日は5週目超常現象スペシャルと題してお送りしていきます。まだ直屋さん来ませんね、うん、今日はですね、まことさん、そして、ミッキーさん、そして今のどっちですか？どっちやねん、あなたね、上条ミッキーさん、私、はい、そしてちなみっきーさんが、はい、ちなみっきーさん、肩書きは今回どうしますか？今回の肩書きは、うん、ドライバーです。怖い。何ですかそれ。僕が運転手だったんですよ。ああ、みんなで遠足行った時。そうそう、みんなで遠足行った時、はいはいはい、そして、はい、暗い次の日明るくなってから車見たら、なんかあっちこっちいろんな傷がついてたんだけど。ごめん。確かにね、うん、すごい音もしましたからね。道なき道を行きましたから。下からゴンってから、はい、なんかどっかお家の壁とか壊してきてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。いや、そこはね、ちゃんとしてますからね。むしろお家がないところばっかり行って怖かったんですよ。ですね、ちょっとね、BGM 探してるんですが、ちょっとなくてですね、BG なしでいきましょう。さあ、本日の怖い話はですね、検証スペシャル、心霊スポット検証スペシャルでございます。一発目、伊波城址城跡。これはですね、うん、場所は、うるま市石川にあります。お、はい、伊波城跡。ちょっと待ってください、はい、怖いかな。何が怖いのかな。何がですか？これからですよ。多分徐々に入っていくんじゃないですか。怖いかなっていうと、どんなクレームですか？入って怖かった記憶がないんですよ、僕。あ、そういうこと。あ、これ言ったのは回らないと言わないとダメじゃないですか。あ、そういうことね。そうです、そうです。あ、邪魔かせます。そうそう、はい、せっかく言ったのに飛ばすんですか？いやいや、めっそうもございません。この伊波城跡、はい、どんな言われがあるか、まことさん、はい、教えてもらっていいですか？なんか調べたんですけど、着いた時に、はいはいはい、夜な夜な落ち武者が、はい、あ、そうそう、落ち武者だ、あるさまよってると、はい、いうことでしたよ。さまよっている、はい、なるほど。そして行きました、はい、この雰囲気ちょっとレポートできますか？ですね、まあ、雰囲気は、うん、結構住宅地の近くにあるわけ、すぐ、はいはいはい、でね、僕らが止めたところの横にもすぐ住宅があって、うんうん、まあなんていうのかな、いわゆる山奥とかではないので、
そこまで怖くなかったんですけど、はいはいはい、やっぱり真っ暗だったんですよね、階段登っていく途中ね、うん、で携帯のライトとか照明とかで頑張っていったんですが、何時頃行ったんですか？あ、そうだね、ちょっと早かったよね、8時ちょいぐらい、あ、ちょっと早かったんで時間、暗くなってすぐだったんで、うん、それもあると思うんですけど、うん、あんまり怖くなかったですね。そうでしたね、あんまり怖くなく、はい、ただですね、雰囲気はありましたね、うん、やっぱりこの、ね、なんていうんですかね、階段があってのちょっとした広場があってみたいな形だったので、うんうんうん、やっぱ暗いっちゃ暗いんですよ、うん、で歌きとこもあってね、はいはい、ありましたね、はい、風ですか？風、ごめんなさい、鼻スースーしてごめんなさ い, い, いです、うん、マイクに入ってると思うんですけど、あ、本当すいません、うん、垂らしときます。それでね、はい、でどうでしたか、うん、まあ幽霊というよりは、うん、ハブが怖かったかなって。そうだね、石垣がね結構ありますから、うん、あと虫が多かったね、うん、虫多かったですねでもですね、星が綺麗でしたね。おお星がとっても綺麗で、 またさかの絶景スポット、うん、また行きたいなと思いました。星が綺麗、はい、いいですね。あら、すいませんね、なんか怖い話に持っていけなくて。そうですよねでも時間が遅かったら怖かったかもね、うん、あ、そうだね、あ、はいはい、うん、牛蜜時とかに行ったら本当にそうそう、落ち武者とかいたのかもしれない、うん、確かにちょっと住宅街が近いっていうのと、まあ城址に入る前までは街灯もあったからね。そうなんですよ。ただ痛い。ですね、ちょっと曰くをここで発表したいと思います。ですね、調べましたよ。BGM。はい。BGM もやっと。あ、じゃあ自己紹介していきますか。今ちょっとね遅れてきたのでどうぞ。はい、さイグス用中華鍋ら桑江です。よろしくお願いします。ます。遅れました。すいません。はい、誰もフォローしない。わかりますか？いや、ラジオこの雰囲気、車でも聞いてたんだけど、はい、俺誘われてないんだよね。ほら、もう誘ったよね。こっちのね、販売機の前でさ、そうそうそう、誘ったよ。あ、ごめんね。そうかそうか。ほら、ね、誘ったら来るんですか？どうせ来ないよ。いや、あんまり来たくない。さあさあ、奈々さんも来てね。今日は、一発目がその、なんだっけ、伊波城市ということで、昔は地元の小学校の写生大会の場所として使われていたそうですが、あ、じゃあ本当に景色がいい場所なんだ。そうなんですよ、城に入った途端急に泣き出したり、後日体調不良になる児童があまりにも多すぎるということで現在使われることはなくなったということですね。夜にはなおのこと行かない方がいい場所ということで。なるほど、はい、やっぱ雰囲気あったもんね、怖かったからね。そうなんですよ、はい、これはですね、なんと沖縄県最強危険心霊スポット行ってはいけない11選の中に入っております。行ってみたーそうなんだ、はい、今の説明だと全く怖そうじゃなかったもん。これはですね、伝える側の問題だと思いますよそうだね、星が綺麗ってしか残ってないよ残念ですね。でもそう言いながらも、うん、結構山内さんとマクトはビビってたよ、うん、登るとき。そうなんですか絶対先戦闘は歩かないですよ、この二人。そうですね、僕は大体真ん中か、あ、はい、一番真ん中、うん、割り込んで一番後ろだったんですよ、最初あ割り込んで3番目ぐらいに入りました。だから怖くなかった怖がりに行ったんじゃないんですか？本当に怖いさんね。でも行ったらね、行くまでがドキドキして楽しいんですけど、ね、着いたらもういいって感じで大丈夫ですか？なんか全然棚ですね。車市のどこにあるの？石川です。あ、石川、あ、さあもう伊波城跡はですね、特にこう何にもなかったので、次行きましょう、次行きましょう、次行きましょう次はですね、沖縄最強の心霊スポットと言われております。はい、3S 有名ですね。わかりますか、直哉さん。俺はそれだった。わーお、あ、違う、あれどこだったっけ。もうあれですねなんか行った覚えあるんだけど一人ちょっと、それ以前の問題ですね以前の問題になってきましたね直哉さん、本当に、はい、3S はですね、観光地で有名な沖縄の恩納村、はい、にあります。
ユタの修行場であり、あー行ったことあるな、はい、これね、なんで 3S って言われてるか皆さん分かりますか？三栄跡地。あー違うよね、違うよね、 A だしね、 A だしね、あ、そっか、僕びっくりしましたね、そうだった、そうだった。まあでもあまり大したあれじゃないよね、うん、ね、別に心霊現象と関係ないよね、この 3S の名前は。あ、そうなんですよ。S 字カーブが3つあるからとかね、ガードレールに落書きしてるからっていう話もあるんですが、なるほど。ですね、行った感じ、誠さんどうでしたか？車から降りたくなかったです。へぇ、はい、それはどうしてですか？いや、やっぱりもう着いた瞬間ですね、はい、何か異様な雰囲気を感じてですね、ニヤニヤしながら言わないでください。楽しそうだね。だってもうわざとらしいんだのに俺。意味が分からない。いやでも本当に怖かったですよ。怖かったじゃないですか、あっちは。向こうはね、本当に免許取り立ての若い自分からちょいちょい行ってたんですけど、うん、ね、あんまり降りたことないような、うんうん、本当に怖くて降りれない、うん、じゃあ降りれないです。中までは入らなかった、中まで入れない、入れない、雰囲気がね、うん、怖いし、そう、入ったらダメっていう看板というかチェーンにね、そうそうそう、けられてたさ、チェーンされてて、このまあ道、普通の道なんですけど、そこにチェーンされてて立ち入り禁止、うん、許可をこの公民館で得てくださいみたいな注意書きがあって、うんうんうん、そっからはこうなんていうんですかね、森、墓、あれ何、右岸所みたいな、右岸所がね、右岸所があるんです、奥にあって、うん、奥にあるんだ、奥に、でその周りは木々があって、はい、一本道があって、その先がちょっと見えないわけですよ、うん、ね、で僕らはね、やっぱり大人ですから、はい、入ったらダメって書かれてたから、もうあえて入らなかった。違いますよね。怖かったからですよね。うん、ひろきさん、なんでこれは入らなかったんですか？幽霊は全くいないと言っているひろきさん。これは、はい、固くなに、はい、マクド君が、俺は絶対に入らない。俺降りないからな。今回は降りたよ、でもちゃんと降りて。降りはしましたね、今回はね。中は入らなかった。中は入らない。入ったらダメって書いてあったから。これでも、もう一個、入り口二つあるじゃん。うん、階段が、階段あったの分かる？行く前に。分かんない。手前にでしょ、手前に、うんうん、階段からも行けるんですよ、あそこは立ち入り禁止って何も書いてないので、うん、別に行けるんですよ、だから、あっちから行けばよかったね、そうそう、うん、だから今度あっちから行けば別に誰も、あ、文句やれない、文句やれない、なるほど、なるほど、じゃあ今度からあっちから行きますか、はい、でそのここのね、由来なんですけど、ユタには悪霊を払う役目もあるため、修行場には悪霊も集められているらしく、 3S の近くに行くと、怖っ、びっくりしちゃったよ、今黒いのが行ったと思った、車です。普通の車です。ビビってるな、一番ビビってるな。体調を崩すことがあって、運が悪い時には病院で生活するようになるとのことです。ユタがでもってこと、ユタさえ、普通の人です。あ、普通の人、はい、行かない方がいいんだね、うん、怖いね。要するにですね、ちょっとやっぱりね、霊的に弱い方は行くなということなんですよ。これユタの修行場って今も現役なんですかね、その今でもそういう風に使われてるんですか、なんか見た感じね、そんな風に使われてなさそうじゃない？あ、でもだからあれさ、中入ってないか分かんないじゃん、立ち入り禁止って書かれてたさ、うん、かそういうのなんじゃないの、多分そこの自治会に書く許可得て入るんじゃないの、うん、ユタも、うん、ユタさんじゃあ行ったらユタに会えるかもしれないってこと、そうですそうですなんであんな即答なのかな根拠ないのに、根拠ないよな、いつも根拠ないのに、ユタですって言って入ればいいんじゃないですか、そうだね、うん、だあ、そうか、なんか証明書必要ないじゃないですか、そうだね、うん、自己申告だね、うんうん、自己申告、うん、怖いけどね。何の力もない一般の方が言ったが、最後魂が抜けたようになってしまった人もいると噂がありますと。興味本位では絶対に近づいてはいけない場所、うん、まあ、そう言われてますね、本当に本当に言われてるじゃないですか、うん、これ最強じゃないですか、うん、僕が聞く中で一番怖いっていうのがこの 3S なんですよ、うん、で誠さんは実際にこの体験してきた人の話を聞いたと、はい、ああ、さっき最近聞いてきました、はい、どうでしたか、まあ
いろいろですね、こういう沖縄のそういう心霊スポットを調べてると言いますか、はいはいはい、第一人者的な人がいらっしゃるんですけど、はいはい、まあ、この間たまたまお会いしてですね、はい、まあ、名前はここでは言えないんですけれどもね、あの言えないよ、まあ、言えるでしょ、まあ後でね、あのでなんだっけ、まあ、この人が行っていろいろ調べたらしいわけ、はいはいはい、そしたらなんか大昔からなんか要はもう人間が原始時代というかそういう時代からいた悪霊をですね、そこに封じ込めたっていう話があって、複数のユタがそれを言ってたらしい。え、じゃあ伝説的にもそこはやばいと。そうそう、でその人が実際そこに行ったら、はい、このユタがさ、共通して言うことが、はい、悪霊を封じ込めて、うん、その上に石を封じていると、はい、で実際行ったら、うん、その石があったらしいわけ、でそのそうなんだ、その人が後日、うん、本土の雑誌かなんかの人が、はい、取材に来て、はい、そこ行ってみたいということで、はいはいはい、その人連れて行ったらしいわけさ、ほうほうほう、そしたら石が実際あって、うん、でその本土から来た人が、うん、もうおふざけで触ったって、あ、そしたら、ね、うん、この触ったところ左半身だったから、うん、全部しびれてからもうちょっと動けなくなって、そのまま車に担いで帰ってきた、逃げてきたという話を3日前ぐらいに聞きました。本とかいっぱい出してる人ですか。はい、あじゃあ本当かもしれないね。そうだね、すごーい。え、じゃあその人が実際見てるわけですよね、そういう動けなくなったっていうの、うんうん、なるほど。じゃあ石に触らなければいいのか。そうそう、そうなんだよ、うん、でも一応探検隊としては触ってきてくださいよ。検証だからね、うん、検証なもんね、うん、とりあえず車から出て、その通りだ、場所に入ってくださいよ、うん、今度行きましょう、じゃあ、うん、じゃあ誰かが石触ればいいんだよね。そうだね、なんせ行きましょう。あのうちの、あの今日来てないんですけど、まあ特攻隊長がいますんで、おその人に触らせました。うちの特攻隊長今日来てないけど、特攻隊長その日もいましたよね。だからね、あの時はそういう情報なかったんで、改めて行こうっていう話。特攻隊長ビール飲まさないといかないから。ちなみにこの 3S ミキちゃんは聞いたことあります？あ、聞いたことあります。でも名前だけですね。名前だけ、うん、怖いっていうのは知らない。知らない。え、そうなんだ、うん、ミキさんも一緒に行きます？行かない。この人あのサーダカーなんで。誰ですか？ミキちゃん。あ、ミキ、うん、あ、でもミキ幽霊に疲れたことないでしょ。でも怖くない？行くじゃん今度。最初に降りてよ。ミキさん、あの初めに言っておきますけど、この二人本当に役立たず。本当に役立たず。本当よね。何の頼もしさもなゼロですよ。お菓子ばっか食ってる。いや、僕はそうでもなかったんじゃないですか。僕そうでしたっけ。山内さんは、うん、口では言わない吐かないけど、うん、ビビってるの。そうなんです。じゃあミキちゃんも行きましょうか。お、行く。みー、うん、まあ行きたい場所だったら行こうかな。一応ミキもね、うん、心霊スポットとか巡り嫌いなんですよ。あ、幽霊映画も見ないぐらい、あの屍箱です。うん。怖いから行きたくない。はい、あ、めんどくさいし、うん、めんどくさい。まあまあ、じゃあ行ってみましょう。次誘いましょう、はい、はい、ひろきさん、なんか 3S で何か見ましたよね。ちなみっきーさん、はい、あ、ごめんなさい。そう、この立ち入り禁止のところから、はい、まあ、奥に森に向かっていく、うんうん、遊歩道みたいのがあったじゃないですか、はいはいはい、当然見えないじゃん、真っ暗か見えないじゃないですか。そうそうそう、で電灯照らして、うん、あ、こう奥に続いてるねっていうのが分かったんですけど、その時に何かが読んでるんですよ、僕らは。おこっちにおいでよ、うん、そう、うん、そういう風なのを見ました。なんか待ち構えてる人がいたんでしょ。そうそうそう、人というか、そう、待ち構えてる人がいたんです。あ、人がいた。僕らが入ってくるの待ってるんです、多分。あ、人がいた。人っていうか物、そう、なんか黒影です。ふとで入らなくてよかったなってその時ちょっと素直に思いました、うん、それなのに入ろうってこの言ってる意味がちょっとわからないんですよ。うん、でしょ、うん、うんって。なんで入ろうって言うんですか。
でも怖いでしょ、負けたくないじゃん。そうです、僕らは検証しに行くんですよ。そう、若槻さん入ってくださいよ。じゃあ入りますよ本当に、はい、やばいからね、真ん中だよまあいいや、 CM だとまだまだ続きますあのね、怖いね真面目ですよ、何言ってるんですか。先頭歩いてたら誰も横にも並んでくれないそりゃそうですドラクエ状態ですいわゆる先頭はミッキー、先頭僕か特攻隊長かどっちか。なるほど。でも特攻隊長は酒飲んでないといるかいないかもわからない状態あんまりというかほぼだよね。面白いね、あの人もね酒飲んだら変わる。 3S はね行ったことあるけど怖いな。入ったことある。本当に、夜を話しないですか。確かにさ、本当ですよ、なんでそれをこうやるとね、山内さんが見えないです。なんで話しないですか。あごめん、俺話してよかったのかな。もういいんだよなんかね、悪いことが起きてる。さあお送りしております、捕獲問わず超常現象スペシャルでございます。今日はですね、心霊スポット検証スペシャルということで、はい、行ってきましたね。なんか子供の声が聞こえるね。いい感じに。あ、僕は聞こえないです。本当、はい、本当ミッキーさんも聞こえないですよね。僕も聞こえない。なんか笑ってるよ。やばい、皆さん聞こえますかこの声。僕聞こえますかこの声も。おかしいね、ごめんなさい本当に大丈夫かなどうなってるの。いや今日はちゃんと真面目にいきましょう。本当にこう行ってきたんですからね。そうですね、それでですね、怖い思いしてきたもんね、はい、怖い思い今のとこしてないですよしてない3S の話なんですけど、はい、さっき言えばいいのに、あの奈々さんが行ったことがあると。仲間で、高校生の頃かな、はい、まあ、免許取り立ての頃、はい、まあ、よくみんなで行くわけですよ、うん、男の野郎どもがみんなで行ったりするんですけど。おー、いいですね、いいですね、はい。なんとやっぱり悪いことが起きたというか、うん、やっぱりみんな受験生だったんですけど、一人を除いて ほぼみんな落ちたね。ああ来たそれはね、そういう巡りばっかりしてるからあ、そうか、勉強してないからですよ。勉強してないから、うん、あ、落ちたんですか。そうそうそう。なんで議員になれたんですかああそれとこれとは別ですから。それとこれとはね、はい、別なんですけど、うん、いや、仲間で行ったんですか。で、ね、仲間で行きましたね。どうでした。え、なんかあ、いや、なんともなかったんだけど、まあホラー穴というか、そういうのも見ましたけど。ホラー穴、うん、ホラー穴があったんだ。はい、なんか右眼鏡みたいなのが、右眼鏡みたいなのがありますね、うん、いや、でもね、確かにね、その中の一人は死にそうになった人もいる。うん、もうほとんど死んでもおかしくないぐらい。まあ俺も死にそうになったけど、まあなる、そうだね、うん、確かにそういう人がいるえ、リアルに、リアルに、確かにいる。怖いね。うん、まあ、確かに 3S は二度と行きたくないかな。うん、ちなみに、それだけです。びっくりした。ちなみにですね、うちのメンバーでも誠さんが悪いことがあったと。僕？はい。なんかありましたっけ？あ、
あれはちょっと心配されるからやめといていいですか。ラジオ中にね。さあじゃあもう次いきます。なんすかこれ。すいません。はい、続いて行ったのが骸骨山。ほう、はい、これ場所はどこですか。骸骨山は聞くの。骸骨さんが答えるんでしょ。そうですそうですそうです。骸、はい、骨山はですね、はい、名護の、うん、あれどこですか。藪藪だね、藪だね、藪らへんの山奥のですね、噂によると、はい、この山自体に骸骨がたくさん散乱していると。散乱している、はい、そうなんですか。そういう噂を聞きました。はい、聞いたんですが、実は骸骨山はですね見つけきれなかったですね。正確にはね、正確には、うん、まあ、その山だからね、うんうん、山全体だもんね、うん、山には入ったんですけど、どこにどこがいわゆる場所なのかっていうのがちょっと特定ではできませんでしたね。そうですね。で、特に骸骨らしきものも見当たらず。そうですね。ただですね、その道中で、はい、実に不思議な川に。ああ、もうあれは怖かったですね。怖かったですね。その清明川っていう川なんですけど、シーミー川、ですね、この別名カーミーシー川。これね、川本当にね、山なんていうんですかね、ガードレールもない崖なんですよ、そば、うん、は。で、落ちたらもうやばいよっていうとこを、うん、結構大きめの車で行ったんですけど、やばかったですよね、あれね、はい、怖かったね、怖かったね、怖かったもうすごい切り立った、そう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 、崖っぽいとこにあって、そんなところがあるんだね、うん、名護の山に清明川ってあって、名護さん清明川って聞いたことない、新見川初めて。で、これここがですね、ちょっと調べても全く出てこなかったんですよ、うんうん、ただ、この川のそばに、なんていうの、遺跡じゃないけど、なんか、なんていうあれ、説明書き、あ、看板、看板、なんか地元の人がこう建てたみたいな、うんうん、看板があってですね、そこにはですね、こう書かれてたんですよ。葬式後、浮上を清め、酸を流して、次の死人の出る方角を占いする川。で、清明って晴れる、明るいって書くんですよ、うん、沖縄のシーミーとは違って清明ね、うん、で、清明とは日本陰陽学の元祖安倍清明の名に由来していると。あ、沖縄のじゃないんだ。そうそうそう、これがとっても不思議でね、普通、うん、こういう川とかだったら沖縄のこの地元のね、うん、あれがつけそうだけど。そうですよね。そうそうそう、うん、だから昔この由来がちょっとよくわからないんですよ、うん、昔来た人が内地の方でそういう風にしたのか、うん、何なのかっていうね、その辺が謎の川でした。これ全く出てこなかった。あっちはね、本当に真っ暗で見えなかったからね、あれでも降りなかったんですよ、俺なんか。だから明るい時にちょっと見てみたいなと思いました、うん、確かに明るい時にね、一応全く行ったことのない場所、夜行ったら、うん、足場踏み外したら大変だから。確かに確かに。だから一応明るい時になんとなくこんな地形だったなっていうのを分かってからね、うんうん、行かないと、うん、だから別の意味で危険なんですよ、本当に。山奥だから、うん、街灯とかもなかったさ、はい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 、だからちょっとライトとかだけだよね、うんうん、でしかもこの川の周りにはなんか右岸所的なのがあったり、そうそうそう、なんか航路とかね、そう、結構ね、ほんと雰囲気がありましたね、うん、あそこは。あれもリアルに怖かったね、うん、本当に。多分今回のミステリーの、うん、ミステリーが実は2つあるんですけど、はい、そのうちの1つですね、はい、はい、これね、詳しい場所が言えないのがちょっと辛いね、うん、あれが駐車場、うんうん、あ、オッケーですこれ、こういう山奥とかに入るかもしれない、だからリアルに危ないのはハブとか、はいはいはい、はい、夏ですからね、うん、なのに、うん、スリッパとかで来るアンポンタンがいるんですよ、うちの探検隊には。お菓子食べながら、お菓子食べながら、ね、僕はそういうのもあれして、ちゃんと長ズボンに、うん、一応本当は雨靴とかがいいんですけど、ほうほうほう、まあ、ハイカットのスニーカー履いて、はいはいはい、まあ、万が一何かあっても大丈夫なように、ね、足元が見えないから、う
なのに平気で便所草履とか履いてくる。あとハーフパンツもいるし、ね、ハーフパンツもいるし、やる気あんのかなっていうか、何回もさ、何回もあの懐中電灯持ってこいって言うのに誰も持ってこないんですよ。自分じゃないですか。そうそうそう、いつも用意周到なのは僕だけです。なるほど、誰か死んだ。はい、じゃあ続いて、いきますが、これ最後のスポットですけど、これは某ヤンバルの山、ヤンバルの山の中なんですけど、うん、はい、ここですね、ちょっとね、誠さんがこういうのがあるっていうのをちょっと説明したじゃないですか、はい、なんていうんですかね、まあ山という、まあ、山の上にある、うん、まあね、うん、民家でしょ、民家、廃屋、うん、の噂があって、あのある施設があるんですよ、大きい施設、はいはいはい、にあるの横にあるその施設の広い駐車場のところから行く廃墟があると、うん、噂でね、うん、でその廃墟はその昔一家惨殺があったとか、そう、そういう噂があってですね、そう、ただ見つけきれる人と見つけきれない人がいるっていう話もあったわけさ、で僕らはそこをまず行ってみようかということで、うん、実は初めて僕も行ったんですね、ですね、そしたらまたね駐車場ね真っ暗で、ここもやっぱり星が綺麗だったんですよ。ここも絶景スポットでした。最高、あの天の川とか見える、おー最高じゃないですか。ここはね本当に星の絶景スポットでした。へー、嵐山、はい、あ、これは行ったらいけない場所なんですか。あ、そうなんだ。話しづらいわ、うん、へー、違います。あ、違うんですね、はい、違う、違います。でそこでも今回のね一番怖い経験と言いますか、そうそうそう、おー聞きたいですね、うん、ガチなものがね、もうようやくそろそろ聞きたいですね、そろそろ、そうなんですよ、はい、怖い話。あの今回ドキューのものというのはここでございます。はい、じゃあちなみっきさん説明お願いします。、はい、この真夜中、もうここに着いた頃には、はい、まさに牛蜜時の時間帯ですよ、すで、はい、に、そうなんです、最高な、はい、確かに星空は綺麗でした、とっても、おー、だけど、うん、ライトを消せば、うん、本当にもう一寸先は闇でぐらい真っ暗で、真っ暗、真っ暗、本当に真っ暗、本当に真っ暗です、うん、その中でポツンとなぜか1台だけ車が止まってたんです、お、僕ら以外に、はい、うん、白い車ね、とっても広い駐車場だよ、うん、ポツンとです、ポツンと、しかも一番端っこ、うん、森側に、うん、なんで、うん、いろんな夜中に、うん、こんな山奥の普通は人が来ないような、うん、夜に来る場所じゃないじゃないですか、全然違いますね、に一台だけポツンと止まって、まあドライブとかしてて僕らみたいにね、ちょっと休んで、まあそうですね、休んでんのかな、はい、検証、腰巡りでしたね、はい、そうそう、はい、ね、休んでるのかなと、うん、そうそうそう思って、うん、まあそしたらね車のライトとか邪魔になるから、うん、僕らのもしかしたら恋人かもしれない、カップルかもしれない、そうそう、はいはいはい、うん、ちょっとね、うん、人気のないところで、人気のないところ、お金がないカップルとか、そういうところ、そこまで言わないでください、ごめんなさい。はい、だからもうライトも消して当たらないように、うん、まあでそのさっき言った、うん、まあ、まあ廃墟、廃屋、うんうん、を探しながら、うん、こう歩いてたら、うん、どうもなんか人はいないんです、うん、この車の中にね、車の中に、うん、誰も乗ってない、うん、でもこんな真夜中に近くにあれですよ、民家もないですよ、もう全然、うん、そこはもう山奥なので人が住んでるようなね、ちょっと人里離れてるもんね、そうそうそう、かなりのものですね、うん、なのになぜか一台だけポツンと止まってるんですよ、うん、それはどう思いました。え、待って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 、うん、待って待って待って、はい、怖いっすよこれ、うん、そうそう、だから、うん、この廃屋をね探しに来た、うん、僕らと同じ趣味を持った同士かなと思ったんだけど、おーおーおー、まあ、その先があるわけですね、誰もいないわけですよ、はいはい、でその廃屋自体もね、うん、全然どこにあるかも全く見えないし、なんていうんですかね、山、森になってて、うん、この獣道もないわけですよ、そうそう、入っていけない状況だわけさ、うん、この森の中にどこ見ても、うん、だから
不思議ではあるわけ、この車何なのっつって、うん、なんでここに止まってんのって、ね、うん、でね、うん、あれがね中がね、そうで一応、うん、まあ万が一のこと、まあ、あんまりここではっきり言えないですけど、万が一の状態のだったら大変だ、車の中が死んでた場合、そう、うんうん、だから君は何も気にしないだからこっちでごまかす意味がないよまあいいよいいよいいけどはいはい、そう照らしたんですよ、うん、ちゃんと、はい、照らして中確認したんですね、おそしたら何もなかったですけど、人は、うん、人気は何もなかったですけど、妙に散乱してるんですよ、荒れてる感じです、うん、生活が荒れてる感じですね、あ、うんうん、車の中が、うん、そうそうそう、結構ね、うん、なんていうのかな、綺麗な感じではなかったですね、うんうんうん、住んでる感じでもない、でもない、へ、住んでる感じではない、そこまでではなかったよね、だからもう想像だけど、うん、この要はね、うん、この精神が荒んでるような人が使ってたのかなっていうような想像を僕らはしたわけですよ、はいはい、でその人はどこに行ったのかなっていうところなわけ、そうそう、じゃあちょっと探してみようかと、うん、そう、おおおお、うん、その人探検隊ですから、探検隊ですから、はいはい、で懐中電灯を照らし、はい、車のライト照らしながら、うん、ここら一帯をこう回ったわけですよ、うんうん、僕らね、もう怖かったけどね。怖かったけど、ね。だからここはもう、うん、これは別に興味本位とかじゃなくて、はい、リアルに何かあったらまずいんじゃないと、うん、いうことで探してみたんだけどね、そうそうそう。これ見つけたらどうしようかまでちゃんと話してですね。そう、見つけた場合にね、うん、第一歩どれなのかね。そう。110なのかね。119なのかね。どうしようか。そうそう、そこまでやって、でどうでしたか。どっちなんだろう第一歩。どっちが先？いや、そのどっちでしたかじゃないですよそんな先が聞きたいんですよ、そうそうそう、どうでしたか、119？ 違います、違うだからあ、ごめんなさい、はい、うん、でね、はい、探してたんだよね、本当に、はいはい、リアルに、はいはいはい、で、本当にさっき言ったように獣道を並べない、本当にもうすぐ森なので、さすがに入れないんですよ、うん、そう、うん、絶対入れない状況のところ、うん、だからなるべくこう、ライトで奥の方、うん、見える範囲で探してたんですけど、はい、まあ、とりあえず何も見つからなかったんですね。だけど僕と誠がね、うん、パリッパリッとね、やたらね、枯れ葉踏みしめる、そう、足音を聞いてるんですよ。人の足音らしきだったんですか？歩いてる足音だね、なんかね、うん、なんか動物とかではないような、なんとこう踏みしめてる足音が、うんうん、そう、森の中を歩いてるような足音だ、ね、声だとか踏んでるようなね、しかも一箇所だけじゃなかったさ、うん、車のライトも照らしながら駐車場回ったわけさ、でも駐車場広いって言ったさね、ある程度行ってもまた聞こえるわけ、この足音が不思議だよね、そういう、それが何なのかも分からないんですけど、本当に聞こえたんですよ。この車っていうのはずっと置かれてる感じだったんですか、それとも新しい感じだったんですか。置かれてる感じはなかったっすよね。外自体は、まあ、綺麗というか、うん、割と新しい車種なんですよ。汚くはない、放置されてる感じはないわけ、うん、ああ、じゃあ来たばっかりだったかもしれない。そうそうそう、じゃあ自殺しようとしてる人止めたかもしれないですね。はい、止めれなかった、ね、止めれなかったんです。止めれなかった。違う、ほら人が来るってなったら、うん、もし今死のうってしてる人が、あ、人がいるってやったらやばいって思って止まるじゃないですか。うん、あ、なるほどね。それからだってそういう、じゃあ中でパリパリしてたのはその人で、うん、僕らが行くのを待ってたってことか。そうそう、だからもうその間に冷静になって帰ったかもしれないです。あの後帰ってくれたらよかったんだよ、うんうんうん、ただその後のこの車の行方は知れず、あ、ね、そう、はい、だから次の日ね、うん、行けって言ったんだけどね、あるかどうか確認して誰も行かない、誰も行かない、どうだったんだろう、話題にすら出さないそんなにね、はい、暇なもんでもないですからねですね、言ってみれば、うんうん、ただですね、うん、ちょっと僕ここで、びっくりしたのが、うん、このチナミッキーなんですよ、うん、この人ね平気で照らすわけ、はいはい、まあ、信じない派ですからね怖いさ、うん、理系だからね、正面そうですね、うん、この放置されてる車、本当に見えないわけですよ、中、うん、なんていうの、うん、反射もするし、うん、中はもっと暗いからね、車のライトで分からなかったんですよ、あ、そうそうそう、
だけどこの人はもうちょっと照らそうっつってバッてすぐ照らすわけ。おーおーちょっと待ってって思って、そんな感じでした。まあその他の2人が頼りにならないっていうところも大きいでしょうけどね。その通りなの、うん、ただの下手れなんですよ2人。さあさあまあそんなこともあって、でもね本当にこれはねミステリーというか、うん、何なのかわからないという。でも本当にミキさんの言うように、うん、そういう場合だったら、うん、ね、もしかしたらね、第一発見者になってたかもしれない。そう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 、僕らが、うん、その場合って最初の一歩を119 もういいよもういいよ。でも本当は笑いに本当は2人だったらどうしますか。え2人だったけどやった後で1人の足跡とかだった時は怖くないですか。あーあなたまた変な想像させるね。ちょっと今想像が豊かなんですよ、すごく鳥肌立っちゃったじゃないか。想像が豊かで、そこの場合の止めただったらしても探検隊の成果はすごかったですね。どっちだったんでしょうね。ちょっと怖いね、うん、要するに2人で行って、理解してないんです。もしくはトイレ借りに来ただけだったりしたら安心ですけどね。トイレも何もないんですよ。本当に何もない、何もないところです。全く何もないところです。要するにですね、ミキ、うん、ちゃんが言うのは2人で行って、うん、帰りは1人だったと、この車の。なるほどね。うん、なんか人気のないところってなんか人殺しとかありそうじゃないですかね。うん、そういうことね。もろ言うし、さっき隠してたやし自分で。でも一応あんな山奥だから、うん、だいたい山奥でね、うん、もしあのことに及ぶとしたら、うん、気を使うよね多分ね、うんうん。それがそうでもないらしいんですよ。うん、あそうなんですか。なんかね夜中にユンボで。全然私服の人が穴掘ってたとかそういう状況を見たっていう人もいますよ、うん、穴掘ってたのは明らかに業者さんじゃないし何かを埋めていたとかなんかね、夜中にとか聞くんですよ。みんなバレないと思って。そうだからこう夜中ね、うん、夜中なのがあれなんだよね、うん、何してたんだよって話だもんね、うん、やっぱなんか幽霊より人は怖いですからね。これがまあリアルにね、うん、そうですね、うん、ちょっと怖かったですねこれが。そしてですね、うん、まあ僕らそこを後にしてですね、うんうん、帰りですよ。おあ来た帰り。おこれはどこでしたっけ。これは女村読谷村、うん、あたりですね。女村ですね。女村に入ってるね。女村に行きまして、これはどんな場所ですか誠さん。ここはですね、はい、まあ山賊がいて、お昔ね旅人を襲ってたっていう、うん、場所。なんか要は交通の要的な道があって、うん、そこに大きい岩があるんですよ、うん、そこからそこに隠れたりして旅人を襲ってた、襲って金品を巻き上げてたっていうところがあって、はい、岩ですね、岩、大きい岩、そこも見に行きましたね。ここも山奥の中の岩です、うん、大きい岩、うんうん、でどうしましたか。そこでね、そこ岩があって、うん、まあ岩なんか後ろにも行けるんですよ。上に岩の上に隠れてたのか裏に隠れてたのかな、山賊は分からないけど、うん、裏にも行けるんですけど、うん、でそこで山内さんは黒い影が道をよぎったと。お、そうなんですよ。で僕は岩の後ろからうなり声が聞こえたんですよ。おそう、意外とねこの体験したわけですよ。そう茶化してますけども、うん、何かが通ったらしいんですよ。そうそうそう、なんかね車のライトは照らしてたんだけど、うん、そのライトを横切るこのなんていうの、物がこう動いたらライトがファッてちょっとなるじゃないですか、うん、あんな感じがあったんですよ、はい、さっきの車とは違かったんですね。はい、もう全然違う、もう全然違う場所です。で僕はもうビビってしまって、なんか通ったなと、うん、騒いだわけですよ、うんうん、キャッキャキャッキャね、キャッキャキャッキャしてるわけです。キャッキャした、怖えぞと、はい、そしたらひろきさんがその奥で聞こえたとか、うん、そうなんです、言い始めるもんだから、うん、だからねやっぱりね怖かったね。そう、何かいたね。そうなんです。この検証ではですねやはりこの 3S、うん、そして、まあ最後のねこの大岩、うん、そして、
謎の車、うんうん、さらには謎の川という、このいろんな発見があったわけですよ、うん、はい、やだ、なんかこんな体験とか、なんか茶化しに行った人たちとその後に会ったら何かありそうで会いたくない茶化しには行ってます、ね、茶化してはいないです。 100% 茶化しっていうか遠足気分じゃないですかたまたまいろんなもの見ちゃって、このラジオの特番のためにやっぱり根拠を見つけてこようという真面目な、ね、企画ですからね。そうです、遠足気分でいたのは多分まこつさんぐらいです。僕はあのそう酸っぱムーチョ食べて楽しく、ね、あ酸っぱムーチョ美味しいですね。うちの特攻隊長はね、はい、あの梅干し食べてたもんね。これ身が少ないなって文句言ってたしね。僕はもうかなりこうなんていうんですかね、探検家気分でこのひろきさんの伝統を照らしまくってるわけです。そう、僕の伝統取られちゃって山内さんこれ上等だなって人の伝統取って照らしまくってるね。まあまあ結果じゃあ言いましょうか、はい、結果、どんなしようかな。ひろきさん問題があるから、やっぱり問題、要するに否定派じゃないですか。あ一切ね。なるほどね。だけど今回はいろいろこう体験してるわけですよ、うんうん、はいはいはい、それでどうなったか、うん、それぞれ聞いたらいいんじゃないですか。それぞれじゃあまこつさんから言う。あ僕もですか。俺から言う。あ、じゃあ僕はですね、やっぱりあの影を見たりですね、はい、そういったことをしたので、うん、やっぱ間違いなくいるなと、なるほど、幽霊は、うんうんうん、はい、思いましたね。そうですね、うん、僕もまあ、検証っていうことで行って、うん、まあ、やっぱり不可解な音とかですね、はいはいはい、そういうね、はい、直接は見てないけど山内さんが見たのとか、うん、ひろきくん、あ、ちなみきが聞いたのとかやっぱり逆にまた謎が深まってしまったので、なるほど、またやっぱり挑戦していきたいなと。あ、いいですね、さすが、はい、まとめ上手。先ほどの某心霊研究家の方の話もそうなんですけど、はいはいはい、名前忘れちゃったんだよな。そうだね、誰だったかな、意思があるのかどうか、うん、もう見に行きたいし、うん、はい、また次のスペシャルでできたらなと仲良くか、うん、はい、思いました。嫌だな俺じゃあ、ちなみきさん、僕はもう否定派です。もう幽霊もいないものだと思って、うん、今まではですよね、今までは、までは、うんうん、だけど確かに怖いものは怖い、うん、だけど今回いろいろあったけど、うん、じゃあそれが何だったのかっていう答えは知らないです、うん、だから何とも言えないです、あれがどうだああだっていうのは。だから次回もしちゃんとそういうことが起きたら、その場ですぐさま確認をする、うん、追っかけて、はいはいはい、嘘だろ、そうしない、うん、前回はさ、まあ予想外だったさ、一応こういうなんか音聞いたりとか影見たりとか、うん、だからちょっと怖いさ、怖い、だからそういうのがあるんだよっていうのを前提として言ったら、はいはいはい、次からはちゃんと調べれるんじゃない。そうですね、あとやっぱ録音しとくとかね。そう、ビデオ回す、ビデオは回してたんですよ、はい、うん、ああ そ, うね、そして写真もまこつさん撮りまくってましたが、はい、何か写ってましたか。いえ、間違って消しちゃいまして。嘘だな。本当ですよ、本当ですよ、はい、消した、はい、消したすいません、編集して遊んでた消した、あんなしょうもないあれで消した、はい、冷静に考えたらあれだね、山下さんね、マックとか一番バチ当たりだよねそういう神聖な場所を写真バシバシ撮って、いやいやいや、変な格好して LINE に送ってたからみんなで役割的にあんたその LINE が残ってないですか。でいや、それはね、変な格好をしてるわけ、変な格好してる、ふざけた、そう、ふざけてるわけ、ふざけた格好をして、いやいや、あれはですね、ふざけてるわけ、もうそれはどうでもいいんだけどとにかく要は僕はこの写真係だったんで責任持って撮ったんですよ。あ、写真係間違えましたね、はい、間違えました。ただね、あんなところで自分のスマホを使いたくないっていうのもあるんです。あ、そっか、そう、あ、そういうことですね。そう、この川のね、あの謎の川の看板も、うん、あの山下さんが一番近かったから、うん、山下さん写真撮って撮っといて、あとからちゃんと読むからって言ったらトランパス。そうだよね、山内さんカメラお気に入りですからね、今の右側に看板あってから運転してるさ、ちなみにその後ろだったわけ、あなたが撮るでしょって話でさね、プロのさ。でも今回このあれで終わっといてよかったと思いますよ。
幽霊見ただけじゃなくてもしかして事件に巻き込まれたら大変だったですから。なるほど、うん、その可能性も大いにあるので、ねうん、ここはねやっぱ気をつけていきましょう。だから用意周到に行かないとダメなんですよ。そうですね。なのにこのバカチンどもはライトは持ってこない軽装で来るでも事件性から言うとちなみっきーさんの方が一番怖いですよ。やり方巻き込まれそうに、あでもね恐れがなさすぎて逃げる体勢は取ってからやったからね。そうそう、あの常に車のエンジンは切れなかったし。また来週、あ怖い